アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速応募金者少年が主人公でした。それに魅了されたトムが巨漢が悪漢が集まり奮闘する。かつてはいじめた者たちが彼らの中に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並み居る強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。皆様こんにちは、道楽屋リチャです。令和6年10月6日、場所は大阪 MK タクシーフィールドエキスポにて、2024X3 リーグ第2節の一戦となります。クラブベアーズ対クラブアイランズの一戦がまもなく行われようとしています。試合開始18時キックオフ予定となっております。本日のこの一戦は先に行われました X1 スーパーが台風の関係によりまして日程として急遽組み込まれた格好から当初の予定よりも時間が遅くなりまして18時スタートという形になりました。夜も泊まり深くなってまいりました。この MK タクシーフィールドでの開戦という形になりますので、若干、その時間帯としましてはナイターという形になってまいりますけれども、両チームその状況を鑑みながらもしかし気概あふれる形で現在ウォームアップに勤しんでおります。両チームのご紹介をさせていただきたいと思います。まずは本日ホームチームという形になりまして、今年より新しくホームカラーをグリーンに変えましたクラブベアーズです。オールドファンの方にとっては1989年創部当時にできました実業の畳チームマイカルベアーズと称させていただく方がおなじみの方がいらっしゃるかと思います。かつては関西三強の一角を占めておりました強豪チームでした。しかしメインスポンサーであるマイカル、つまり日銀グループが解散する形になりまして、ノンスポンサーの厳しい状況が続き、現在は X3 に、甘んじて形になっております。しかし近年、地元企業にあります株式会社新高、油飲料ネクストなど様々な企業様のサポートスポンサーを手に入れる形になりまして、再びその力を取り返し今季 X2 復帰を目指して、その力を保持する形で戦後ロマンという形になっております。そのクラブが現在ウォームアップを終えまして、サイドラインで最終確認を行っております。これに対する形で、バックスタンドに本日陣構えしておりますのがアウェイという形でホワイトをまとっておりますがクラブアイランズです。こちらは神戸にありますアパレルメーカーワールドの社内メンバーが結束しまして、このアメリカンフットボールを発足し長く関西で活躍しておりました。現在は、そのスポンサー離れまして、クラブチームとして活躍しているという格好になっていますが、アメリカンフットボールをエンジョイすることをモットーに兵庫県の芦屋市の、スポーツクラブの方で、練習を継続しこの X3 に参戦しております。普段の活動は、チームの方で、設営しております、インスタグラム等がございますのでこちらの方をご覧いただきその活動ぶりをぜひご堪能いただきながらこの試合に堪能していただきたいと思います。この両雄が現在ウォームアップを終えまして最終調整に入っているところになっております。さあ今回はちょっと試みとしまして、両チームの代表選手に、チームの紹介とそしてこの試合にかける意気込みをインタビューさせていただきました。どのような、実際に、今から流させていただきます。うまくいく形がうまくいけば、まずヨハナのサミという形ですがぜひ両雄のこれからの意気込みをご覧いただきたいと思います。自己紹介をお願いいたします。はい、クラブベアーズ14番ワイドレシーバー佐藤優太です。チームの雰囲気とかチームのご紹介をお願いします。はい、チームは昨年よりもメンバーが増えたことによってよりパワーアップしたチームになっておりまして、ディフェンスも強いですしパスもランパワーアップしたチームになっております。
今日の試合の抱負を聞かせてください。はい、今日の試合は昨年よりも特にパワー、あ、パスオフェンスがパワーアップしたので、パスでこちらがやっと伝われるように頑張ります。はい、期待しています。頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。自己紹介をお願いいたします。はい、アイランドで2キャプテンで1番の44番でディフェンスラインと今年からコーチバックをやってます。よろしくお願いします。チームの雰囲気、チームの状態どうかを教えて願います。はい、チームの雰囲気は非常にいいです。でも僕自身はアメフトが学生でトラウマになってからなんですけども、アイランドに入って今人生が一番アメフトが楽しいなと思えてやれてます。なんですけど、ここ1、2年は不具合ない試合でゲームが進んでいて、まあ、一番はチームの事情ですね。ここがまたやらないといけないくらい今人材が不足しているので、大変なんで人に入ってほしいなと思ってます。今日の試合についての抱負をお願いします。はい、今日は前半で足がちぎれるぐらい最初から飛ばしてやっていこうと思いますので、応援よろしくお願いします。頑張ってください。期待しています。はい、ありがとうございます。頑張ります。両チームの代表選手にそれぞれこの試合にかける抱負、そしてチームに対する、チームのアピールをしていただきました。両チームこの試合にアメリカンフットボールの思いを託す形でこのナイターに組まれました一戦に挑まんとしております。その雰囲気が伝わりましたら幸いに思います。その試合会場となります MK タクシーフィールド、本日は、昼間夏が戻るような形の暑さが漂う状況ではありましたが、この時間帯になりましてようやく涼やかな空気を漂わせております。10月としましてはまだ若干熱を帯びている格好ではありますが、しかしアメリカの気候の数には非常にふさわしい季節に徐々になってまいりました。風情ある冬、黄昏時の、MK タクシーフィールドでこの一戦は行われる形になります。さあ、その試合に先立ちまして、X2 および X3 リーグによりまして共同で作成されましたアメリカンフットボールをご紹介する1分間ダイジェストがございます。アメリカンフットボールを初めてご覧になられる方々もこの試合を今ご観戦いただいている方々がいらっしゃるかと思いますので、一度そちらの方で簡単にアメリカンフットボールのご紹介をさせていただきます。ご視聴くださいませ。球形のボールを用いて得点を競うスポーツです。フィールド上では11人の選手がプレー、交代はプレーごとに人数制限なく行います。フィールドは縦100ヤード横53ヤード、得点方法は4つ。キックのフィールドゴールでは3点、エンドゾーンにボールを持ち込むとタッチダウンで6点、タッチダウンの後に3ヤードから攻撃できる。キックで1点、タッチダウンで2点、エンドゾーン内でダウンすると守備側に2点。 X2 リーグでは 4×12 分の試合時間、試合はキックオフで開始。攻撃側はボールを持って前に進めるか、前にパスを投げてボールを進めようとします。攻撃側は4回の機会が与えられ、その間に10ヤード以上進めば新たに4回の機会を獲得。攻撃側は4回のダウンで10ヤード進めるように様々な試みをします。10ヤード進むことが困難な場合、キック、パントで陣地を挽回。守備は攻撃側のボールを前に進める動きをタックルなどによって止めます。ファンブルしたボールは誰でもリカバーでき、守備側がリカバーすると攻守交代。攻撃側がパスを失敗すると元の地点から次のダウンに。反則だと審判が黄色いペナルティーマーカーを出します。種類によって罰則が課せられます。ぜひ X2 リーグ、 X3 リーグにご注目ください。X2、X3 ウエストの全チームによっております共同で作成されましたアメリカンフットボールの1分間ダイジェスト、いかがだったでしょうか。非常にコンパクトにアメリカンフットボールの内容をご紹介させていただく非常に良い、紹介動画になっていると思っています。ただ駆け足でご紹介しましたものですので、実際の試合の流れに沿った格好に、今の内容を確認するのはなかなか初めてでは難しいかと思います。私も配信の中でこれらを踏まえまして、アメリカンフットボールをご紹介しながら配信させていただこうと思いますので、よろしくご視聴のほどお願い申し上げます。さあ、両チームいよいよ、試合開始の時を告げる審判団の中に入ってまいりまして、その最終調整に入っております。
再開しまでしばらくお待ちいただければと思います。整列しまして試合開始の時を、試合の開始を待つ形になります。審判が両チームの首脳陣を招き入れました。これで1回1枚のポイント数に入ります。令和6年10月6日場所は大阪 MK タクシーフィールドにて 2024XC リーグ第2節クラブウェアズ対クラブアイランドの一戦がまもなく行われます。試合開始18時キックオフ予定です。これより両チーム首脳陣によりますポイント数が行われます。手前側に陣取っているのが本日ホームチームという形になりますクラブベアーズ、反対側向かい側にありますのがアウェイチームという形になるクラブアイランドです。クラブアイランズキックオフ、クラブベアーズリターンで試合が始まります。試合来たー。この試合は1クォーター10分の静止形で行われます。両チーム激を飛ばしましてフィールドになだれ込み、これより試合開始となります。まずはクラブアイランズがキックオフをしまして試合を開始する形になります。キックオフをしますキッカーはクラブアイランズ85番の寺崎です。大阪体育大学出身のプレイヤーが務めます。対しましてクラブベアーズはリターナーに1番と12番を配置するものです。クラブベアーズ1番は失礼しました杉田、日本大学出身。12番は小田、大阪
産業大学附属高等学校出身のプレーヤーです。さあ、ジョンベアズリターンに入ります。ナイスリターン。リターナー1番キャッチしましてから右オープンに展開し、右サイドインヤーを疾走、2弦47ヤード付近を確保し、この位置からグラブベアーズの攻撃に変わります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回、4回で10ヤード前進し攻撃権を更新するか、その過程で相手陣地奥深くにある得点エリア、エンドゾーンを目指します。まずはクラブベアーズ自陣43ヤードからのファーストダウン、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は10ヤード。さあ、まずパスから入りました。攻撃は開始から一度だけできます。パスプレーを展開しまして、ターゲット12番にパスを投じています。これをしかしキャッチしましたところで、12番に対しクラブベアーズ25番、クラブアイナーズ25番見事なヒットをしまして、これをゲインの4ヤードに留めております。非常にタフなキャッチを決めましたが、クラブベアーズ12番の小田、先ほどもリターナーに入っておりました小田です。これを、仕留めましたのがクラブアイランズ25番の、米沢です。鳥取大学出身のプレイヤーです。クラブベアーズセカンドダウン7に変わっています。失礼しました、セカンドダウン6に変わり、さあプレーが開始しました。今度はランニングバックに託しまして、左オープンのランプレーを展開しました。このようにアメリカンフットボールはラン、パスを織り交ぜ攻撃を展開していきます。このランも託されましたのはクラブアイランズのキャリア45番の川端です。北大津高校出身のプレイヤーです。獲得距離が2ヤードでしたので、サードダウン4、3回目の攻撃、残り距離4回に4ヤードに状況変わっております。さあ、この3回目の攻撃でこの4ヤード突破になるでしょうか。クラブベアーズサードダウン4、成功、ファースター。ここでクォーターバックは右に展開していく12番にパスを投じました。12番このパスをキャッチしまして、右オープンに展開、見事に攻撃権更新果たしまして、攻撃を1回目の形ファーストダウンに戻すことに成功いたしました。クラブベアーズまずファーストダウン獲得です。見事その対応を果たしましたのはクラブベアーズ12番の小田でした。大阪産業大学附属高等学校出身のプレイヤーです。さあ、攻撃は1回目に変わりまして、今度は相手陣42ヤードからの攻撃にクラブベアーズ変わります。クラブベアーズファーストダウン10。さあ、今度はランプレーで入ります。中央に、ボールを12番に持たせまして、中央突破を図らせました。このランが約4ヤードのゲインに変わっております。ここは、12番の小田を多用する形で攻撃を展開する模様です。エゴシスタのメッセージありがとうございます。先ほども、現地の方で観戦いただいていることを確認できまして非常に嬉しく思います。なかなか仕事の関係で、入ることができ、なかなか試合をご覧いただくことができないのは私も身に覚えがございます。叶う限りの形でぜひご堪能いただければ嬉しく思います。さあ、パス通りました。そのままいった、タッチダウン。ここでパスプレーに出ましたクラブベアーズ。ワイドレシーバーに入っていた12番が中央を切れ込みまして、このパスをキャッチ、そのまま勢いに乗りまして一気にエンドゾーンを駆け抜けまして、タッチアウ。クラブベアーズ鮮やかなパス攻撃によりまして、まず先制となる6点獲得となっております。そしてタッチアウの後のアンプレー、トライ4ポイントに入ります。クラブベアーズキックフォーメーションを取っています。このキック決まりまして1点追加、クラブベアーズ7点、クラブアイランズ0点とスコア変わっております。まずクラブベアーズが見事なタッチアンパスによって先制点を上げる形に成功しています。見事に、このパスが決まりまして、12番小田、そこからさらに相手のディフェンスを裏を見事に書きまして一気にエンドゾーンを駆け抜ける鮮やかな
攻撃の完結でした。アメリカンフットボールの得点パターンは大きく分けると2通りになります。ボールをエンドゾーンに持ち込むタッチダウン、プレースキックをゴールポストに蹴り込むフィールドゴールです。フィールドゴールですと3点、タッチダウンですと6点入ります。さらにタッチダウンはその後にもうワンプレーのボーナスがあり、ここでキックを決めると1点、エンドゾーンに持ち込むと2点、さらに加点となります。これ以外の得点は自分たちのエンドゾーンで倒されるセーフティー、自殺点です。この場合は2点となります。この結果アメリカンフットボールの得点はワンプレーですと2点、3点、6点、7点、8点の5通りの組み合わせになり、そのタッチダウンによりまして勝敗を決する得点を使う決着方式となっています。さあ、その得点を挙げましたクラブベアーズのキックオフで試合再開です。さあ、クラブアイランドリターンに入ります。しかしこれはクラブベアーズのカバーが良く、クラブアイランド自陣10ヤード付近からの攻撃という形になります。果敢なリターンを敢行しましたが、クラブアイランズ81番の、片瀬でした、関西学院大学出身のプレイヤーとのことです。さあ、今度はクラブアイランズが攻撃に入ります。クラブアイランズはここから、陣地挽回しまして得点を狙いに行きます。クラブアイランズファーストダウンテイク、同じく攻撃ポイント更新、必要距離は10ヤードになります。さあ、まずクォーターバック自らがキープを展開しようとしましたが、これはしかし、クラブベアーズのディフェンス陣が殺到しまして、このランプレー阻止し、約2ヤードほどロスに変えております。この最前列のラインマンの攻防戦にもぜひご注目ください。さあ、クラブアイランズ下げられまして、セカンドダウン12の状況に変わっています。さあ、前進を図り、なんとか攻撃継続としたいところ、得点を狙いたいところですが、この2つ目の攻撃はどのように展開するでしょうか。さあ、後方のランニングバックにボールを託しました。ハンドオフしまして、左オープン展開を試みまして、キャリア0番スピードに乗り、左オフタックル付近駆け上がりました。これによりまして約3ヤードから4ヤードのゲインになっている模様です。キャリーしましたのはクラブアイランズ0番の村上でした。関西学院高等部出身のプレイヤーです。ここで負傷者が発生したため、レフリータイムアウトが取られています。この配信は X2 ウエスト、X3 ウエスト全チームによります共同企画によって実現しております。この企画にご賛同くださりました多くの企業様、そして個人の方々のお名前列記させていただいておりますが、これによりまして、この皆様のご向上が伴いまして、この配信は成り立ちました。皆様の、多大なる感謝、心ありがとうございます。その志を持ちまして、この配信は成り立っております。現在もこの企画は募集しております。この配信の説明概要欄にその申し込みとなります、ショッピングカートの URL ございますので、こちらの方で内容をご覧いただきまして、もしご賛同叶います方がございましたら、ぜひよろしくお願い申し上げます。さあ、タイムアウトときまして試合再開です。クラブアイランズサーダウンラインの状況、さあ突破なるでしょうか。パス不成功。ここでクラブアイランズ右に展開していくワイドレシーバーにめがけパスを投じまして、この状況打開を図りましたが、しかしこれはディフェンスのカバーありまして、パス不成功、フォースダウンに変えます。さあ、クラブアイランズは最後の攻撃権という形になりますが、果たしてこれをどのように行使するでしょうか。フォーメーションを変えました。パントフォーメーションを取ります。パントはキックによる攻撃放棄となる行為です。しかしそのキック力に陣地挽回を図ります。このキックは自陣エンドゾーン内ということで、大きなフォームにならず、結果的に自陣脱するには至りませんでした。
アイランド陣40ヤード付近で、外へ出ましたので、この位置でテイクオーバー、攻撃権変わりまして、クラブベアーズに攻撃変わります。さあ、クラブベアーズは結果的に相手陣に入ったところから攻撃に入るという形になりました。非常に絶好の機会を得まして、クラブベアーズ果たしてこれを生かすことができるでしょうか。相手陣40ヤードからクラブベアーズファーストダウン10。さあ、まず最初にパスプレーから入りました。クォーターバック8番、失礼しました、6番でしょうか。左に展開していくワイドレシーバー0番に、パスを通しまして、0番そこからキャッチアンドラン、巧みなコースを取りまして約6ヤードほどゲインに変えております。まず最初のパスを投じましたのはクラブベアーズのクォーターバック6番の杉谷、大阪体育大学出身のエイジ53のプレイヤーです。かつては X1 でも活躍していたアスリートクォーターバックです。それに対してパスを取りましたのはワイドレシーバー0番のカーノです。関西大学出身のこちら若手のプレイヤーです。さあ、クラブベアーズセカンドダウン4。さあ、プレッシャー来る、しかしそれをかわせるか、パス不成功。クォーターバックの番、ディフェンスが殺到する中、ステップワークを切りまして右に展開しつつ、ワイドレシーバー1番にパスを投じました。しかしコントロール乱れましたか、パス不成功に終わっております。前パスは失敗しますとボールは元の位置に抑え、次の攻撃という形になります。従いましてクラブベアーズダウン変わってサードダウンに変わります。クラブベアーズサードダウン4、ボロン相手陣34ヤード。さあ、ここでランプレーを投入しました。ランニングバックにハンドオフをしまして左オープンに展開。このランを見事にランニングバック期待に応えまして攻撃権更新としています。クラブベアーズファスター、ここで鮮やかなランを決め、展開しまして、この攻撃状況をリセットする形でさらに前進してファーストダウンを獲得しております。結果クラブアイランズは相手陣21ヤードという得点機を得る形でここからファーストダウン10に入ります。さあ、このパスの判定はどうでしょう。パス成功です。パスキャッチしております。パス成功となっております。クォーターバック6番、今度は右にスプリントアウトしまして、ワイドレシーバー1番にパスを投じました。失礼いたしました、パス不成功の判定となっております。失礼いたしました、1番へのパス、しかしこれは弾道が低く、失礼いたしました、ここで反則が発生しておりました。オフェンスチームにホールディング、相手選手を掴んでいたという反則がありました。ボールを持っているチームは相手選手を掴んだり握ったりしてはいけません。この行為を行った場合には反則となりまして、10ヤードの罰則を受けます。従いまして、最初の先ほどのプレー無効という形になり、そこからの10ヤードの罰則、ファーストダウン20で試合再開となります。クラブベアーズ下がりまして、自陣34ヤードからファーストダウン20の状況に変わっております。さあ、結果的に言いますと、この4回の攻撃権で20ヤードを獲得することが必要になります。これを果たして叶える形が可能でしょうか。クラブベアーズファーストダウン20の状況に入ります。さあ、これはアイランズが素晴らしいディフェンスを見せました。クォーターバック、ここでパスによって突破を図りましたが、ここでディフェンスライン陣が徐々に押し上げていきまして、クォーターバックの視野を防ぎ、最終的にこのクォーターバックを仕留めまして、結果的には、ゲインなくセカンドダウンに変えております。さあ、この辺りクラブアイランズのディフェンス陣が奮闘し始めております。これをクラブベアーズは突破なるでしょうか。セカンドダウン20の状況に入ります。
このパスは不成功です。パス不成功の判定となっております。クォーターバックの子は今度は右に展開していたレシーバーに対してパス4番でしょうか、パスを投じておりますが、しかしパスが低く、キャッチする前にボールが地面についてしまいました。パス不成功という形でサードダウンに変わります。さあ結果的にサードダウン20という徐々に厳しい状況になりました。クラブアイランズ、クラブベアーズ、さあ突破なるでしょうか。パス不成功。ここでクォーターバック一気にタッチダウンを狙うロングパスを投じました。持ち寄り相手ディフェンスをスピードレシーバー振り切りまして、そのボールをキャッチ仕掛けましたが、しかしこのパスキャッチならず、パス不成功となりまして、フォークスダウンに変わります。しかしここはクォーターバック6番スイカに素晴らしいパフォーマンスを披露しております。とても53歳のクォーターバックとは思えません。私の学生時代にアスリートクォーターバックとして関西学生でも鳴らした杉田に、この年齢になっても衰えないところに私自身も恥じるような思いを持ちながら、しかし感動を覚えております。さあフォースダウン20ですが、しかしプレーをします。フォースダウンキャップ。さあ一気にエンドゾーンいったらどうだ。パス成功。なんとこの状況をパスによって突破いたしました。クォーターバック非常にプレッシャーある中ではありました。しかし左にロールアウトしてエンドゾーン奥に投げ込み、これをワイドレシーバー82は見事にキャッチしまして、エンドゾーン1ヤードというところではありますが、見事攻撃権更新になりました。クラブベアーズファースダウン。このキャッチを見事に決めましたのはクラブベアーズ82番の寺崎でした。大阪体育大学出身のプレイヤーです。さあファーストアンドゴール。ここで中央ランプレー。さあ一周点突破を図りましたが、しかしこれはわずかに届いておりません。セカンドダウンに変わります。さあもう残り1ヤードないほど、エンドゾーンに近づいている状況ではありますが、この距離しかしディフェンスにとっても的が絞りやすい状況でもあります。さあクラブベアーズ突破なるでしょうか。アイランズ食い止めることができるでしょうか。セカンドアンドゥーゴール。一気にタッチアこの距離クラブベアーズ真っ向勝負のランプレーで突破いたしました。何枠、45番でしょうか。ボールを託されまして、そのままオフェンスラインの15番ですね、オフェンスラインの壁を利用しまして、そのまま一気にエンドゾーンにかかめタッチダウン獲得となりまして、6点追加となっております。そしてトライ4ポイントに入ります。このキック見事決まりまして、クラブベアーズ14点、クラブアイランズ0点とさらにリードを広げる形になっています。まさに教科書通りといった形でしょう。この距離を見事パワープレー、ランプレーによって突破いたしました。しかもオフェンスラインは見事なブロックでこの15番の走路を作りまして、15番吉本のタッチダウンを演出しております。吉本は大阪芸術大学出身のプレイヤーです。さあ着々と得点を重ねるクラブベアーズのキックオフで試合再開となります。さあアイランズとしては何としてもこの攻撃シリーズを生かし反撃となるタッチダウンを上げたいところでもあります。アイランズリターンに入りました。手前側にいるブロッカータイプの選手がこれをキャッチしまして、自陣35ヤード付近確保し、この位置からのアイランズ攻撃と変わります。今度はかなり優位な位置を確保する形になりましたアイランズ。さあこの位置を生かしまして反撃のタッチダウンを上げる形にかなうでしょうか。
ボールオン自陣34ヤードからクラブアイランズファーストダウンテイク。さあ中央へのランプレーを投入しましたが、しかしこれはアイラン、クラブベアーズのディフェンス陣が、押し返す形で非常に強い圧力をかけております。まず地上戦で状況を作りたいといった形でランプレーを投じておりますが、ここはしかしベアーズ非常に強固なフロント陣が、ディフェンスこのランを食い止めております。ダウン変わりましてセカンドダウンに変わります。セカンドダウン12の状況でクラブアイランズ、この状況に挑みます。ファースター、ここでクラブアイランズクォーターバック6番、右にいたレシーバー12番でしょうか、こちらにロングパスを投じました。12番ディフェンスカバーありましたが、これを絶妙にかわしまして見事このパスをキャッチし攻撃権更新になっております。クラブアイランズファースター、見事なパスを投じましたのはクラブアイランズクォーターバック6番のクォーターバック6番のクォーター、京都大学出身のプレイヤーです。そしてこれを取りましたワイドレシーバーは17番のようです。17番の西川でした。関西学院大学出身のプレイヤーです。このパスを取りました西川はエイジ55歳の高齢ながら、しかし素晴らしい老下なテクニックでこのパスをキャッチし応援権継続を果たしております。ここで第1クォーター終了となりました。第1クォーター終わりましてクラブベアーズ14点、クラブアイランズ0点、クラブベアーズが2つのタッチダウンを上げまして第1クォーター終わりまして、これより攻守の方向を向き変えまして第2クォーターに移ります。アメリカンフットボールは攻撃と、それぞれ試合を4つに区切って行います。それぞれをクォーターと称し、第1、第2クォーターを前半、第3、第4クォーターを後半とします。第1と第2、第3と第4の切り替えでは攻守の方向を入れ替え、前半と後半の切り替えではタイムアウト、ポジショニングをリセットして試合を行います。まずその序章となる第1クォーターはクラブベアーズがラン、パスともに巧みに重ね合わせまして2つのタッチダウンを奪う形で試合の主導権を握りつつあります。しかし現在その第1クォーター終わり間近にクラブアイランズ反撃となります攻撃を展開しておりまして、さあこの状況第2クォーターに入ってどのように変わってくるか非常に注目といったところになります。さあその向き変わりまして、これより第2クォーターに入ります。クラブアイランズ自陣相手陣46ヤードからファーストダウン点で試合再開です。クォーターバック6番パスに見せかけ、後方にいたラニー枠42番にハンドオフするドロープレーを展開しました。このドローで42番が中央突進しまして約5ヤードのゲインとなっております。まず最初のランプレーを見事に決めましたのはクラブアイランズ42番の山崎でした。滝川高校出身のチームのバイスキャプテンです。さあ現在負傷者が発生しているためレフリータイムアウトが入っております。さあ試合再開になります。さあ前進しましてクラブアイランズセカンドダウン5の状況に入っております。再びランプレー、同じく42番に突進させます。今度は左オフタックル付近をつきました。オフタックルは最も強力なオフェンスのタックルの選手の外側を指します。最もプレイヤーのブロックを集めやすいため力強さが最も出るプレーでもあります。これによりまして約4ヤードのゲインを果たしました。ここは42番の山崎のランで状況をつくらんというところでしょうか。
さあ残り1ヤードの状況、果たしてここでどのようなプレーを行使するでしょう。クラブアイランズサーダウン残り1ヤード、パス不成功。ここでクォーターバック6番奥に走り込んだレシーバーにパスを投じました。1ヤードということで 前傾姿勢を取るかというその裏をつかんというパスでしたが、しかしこれはクラブベアーズディフェンスを2枚カバーさせ完璧に封じました。結果的にこのパス失敗となりましてフォースダウンに変わります。さあこの残り1回の攻撃をどうするかですが、クラブアイランズここは勝負します。この1ヤード突破をこのワンプレーでかけます。フォースダウンギャンブル。さあ中央行ったがここでトラブル発生している。さあどのような判定が降りるでしょうか。中央へのランプレーでした。しかしランニングバックがヒットによりましてボールをファンブルしました。これを抑えた方が次の攻撃権を得ますが、どちらが果たしてこのボールを所有できたでしょうか。現在審判団協議しております。なんとこのプレーの前に反則が発生しておりました。クラブベアーズにオフサイドの反則、ボールが動く前に相手エリアに侵入しておりました。結果的にこれにより5ヤードのバッターを受けます。従いまして残り距離1ヤードでしたので自動的にクラブアイランズ攻撃権行使になりました。クラブアイランズファーストダウン獲得です。さあこれによって窮地を脱しましたクラブアイランズ、相手陣32ヤードからの攻撃に入ります。この状況を生かすことができるでしょうか。クラブベアーズこの失態を取り返せるでしょうか。クラブアイランズファーストダウン10。さあ左方向へのアンプレー、今度はオプションプレー、クォーターバックが持つかランニングバックに託すかの選択プレーで、ここはランニングバック44番にトスしまして左オープンをつかせました。44番激しいヒットをしながら前進図りまして、ゲイン試みましたが、しかしこのランによる獲得距離はありませんでしてセカンドダウンと変わります。しかし果敢なランを見せましたのはクラブアイランズ44番の堀田でした。本来はラインバッカー、そしてクォーターバックの控えに入っておりますが、ここではランニングバックとして入っております。インタビューに答えておりました選手でもあります。さあ今度はランプレー行きました。同じく44番にハードフ、今度は左オフタックルを一気に駆け上がりディフェンスの間をすり抜けまして見事攻撃権更新果たしました。クラブアイランズファースター、本来はランニングバックの選手ではないフォッター、しかしここはチームの、新たな起爆剤として自らその、ランナーとしてこの試合の牽引を果たしております。この辺りさすが京都大学ギャングスターズ出身の闘志あふれるプレーです。さあ攻撃権更新になりましてクラブアイランズ相手陣22ヤードからファーストダウン10。さらに続きます、堀田のランが入ります。同じく左オフタックル付近突破図りました。さあこのしかしトラブルがありましたでしょうか。現在ホイッスルで試合が止められている状況になっております。ファンブルありましたが、しかしどうやら、自らボールを抑えていた模様です。攻撃権は継続となっております。ゲインは約1ヤードほどありましたでしょうか。セカンドダウン9という形で試合の状況を、このまま流させていただきます。クラブアイランドセカンドダウン9。さあこの判定どうか、タッチダウン。
判定ではありました。しかしクォーターバック6番一気に奥に走り込んだレシーバーにパスを通りました。そしてこれをレシーバーディフェンス競り合いながら見事にキャッチしまして、タッチダウンを奪う形に成功しております。クラブアイランズ見事なタッチダウンパスによりまして6点獲得となっています。そしてタッチダウンの後のワンプレートライ4ポイントに入ります。このキックはブロック、フィールドゴール失敗という形になりました。トライ4ポイント失敗という形になりました。6点止まりとなっています。しかし見事な攻撃によりまして、ここでタッチダウンを上げ反撃をのし上げる形に成功しました。投じましたクォーターバック6番、そしてこれを取りましたのはワイドレシーバー10番、見事に競り勝ちまして、この攻撃反撃ののしのあるタッチダウンを上げました。そのパスを投じましたクォーターバック6番は久保田、京都大学出身。取りましたワイドレシーバー10番は北川、関西学院高等部出身のプレイヤーです。年齢としましては30代40代の選手です。一旦はアメリカンフットボールを離れていたかもしれません。しかしそういった思いの、しかしその中であったアメリカンフットボールの思いがこのクラブアイランズの中で発揮されております。まさに堀田がインタビューで語っていた通り、アメリカンフットボールをもう一度打ち目指し、そしてアメリカンフットボールを楽しむために現在アイランズのメンバーは活躍しております。さあクラブアイランズのキックオフで試合再開となります。クラブベアーズはこの状況を覆せる状況をここで展開できるでしょうか。さああえて短いキック、リターンを避けるように短いキックを蹴りました。結果的に大きなリターンを避ける格好にはなりましたが、クラブベアーズ自陣46ヤード付近からの攻撃位置を得ます。さあかなり優位な位置からの攻撃に結果なりました。クラブベアーズファーストダウンテイ、さあまずランプレーから入ります。ダニ枠97番ハンドオフから右オフタックル付近に突入しまして、約2ヤードから3ヤードのゲインを獲得しております。非常に体育優れた選手がここでキャリアに入ってまいりました。97番は白洲大阪体育大学出身、こちらもエイジ50、50歳のプレイヤーです。ここはアイランズナイスディフェンス、再びランプレーにより攻撃前進を図りましたクラブベアーズ。しかしここに、アイランズディフェンス陣が殺到し、最終44番仕留めましてこのランを阻止しております。タックルしました44番は先ほど攻撃でも活躍していた堀田です。攻守ともに彼は奮闘しております。素晴らしい、投手だと思います。クラブベアーズサードダウンテン、パス不成功。ここで中央走り込んだ97番にパスを投じました、97番しかしディフェンスのカバーありまして、これがキャッチできずパス不成功になりフォースダウンに変わっております。なおこのシリーズはクォーターバックもベアーズ変えていた模様です。クォーターバック8番の稲葉が入っておりました。稲葉は京都大学出身のプレイヤーです。面白いことに両チームとも京都大学ギャングスターズ出身のプレイヤーが活躍しております。クラブベアーズフォースダウンテンパントフォーメーションを取ります。これはリターンできない高さで絶妙の位置にボールを通しまして、クラブアイランズ
自陣18ヤードからの攻撃という形に変わります。攻撃権変わりましてクラブアイランズに攻撃変わります。パントはそのコントロールとその蹴り方によりましてその位置取りを大きく変えるワンプレーとなります。これを巧みに使いこなせるかどうか非常に重要な点ではありますが、ここはクラブベアーズの87番のユキタ、素晴らしいパントを蹴りました。近畿大学出身のプレイヤーです。こちらも年齢46歳、クラブベアーズにオーバーザヒルキャンズの優れた選手が活躍しております。さあクラブアイランズに攻撃変わりまして、クラブアイランズ自陣18ヤードからファーストアンテン、さあランニング枠に塗装しまして左オープンをつきました。キャリアは42番でしょうか。その体育あふれたランプレーによりまして1ヤード獲得しております。しかし同時にこれはクラブベアーズのディフェンス陣が素晴らしい対応を披露しているということでもあります。キャリアとなりました42番は山崎です。滝川高校出身のプレイヤーです。クラブアイランズセカンドダウン内、さあ2人ジャンプ、しかしこれはクラブアーズナイスレース。今度は右オフタックル付近の突破を図りましたクラブアイランズ。しかしここにクラブベアーズの66番51番が殺到しまして、結果的にこのラン阻止しサードダウンに変えております。見事な対応しましたのは51番の牧井、大手門学院大学出身、66番は斉藤でした。立命館大学出身のプレイヤーです。クラブアイランズサードラインの状況になります。パス不成功、ここはクラブベアーズが、ディフェンス勝ちました。クォーターバック6番左に下がりましてパスを投じようとしましたが、そこにクラブベアーズ4番が殺到し、結果的にパスを投げ捨てる形になりました。見事なプレッシャーかけましたのはクラブベアーズ4番の川口でした。関西大学出身のプレイヤーです。クラブアイランズフォースダウン9、失礼しました、フォースダウン9になっております。パントフォーメーションを取りました。このパントはハーフウェイ付近まで飛びまして、この位置で攻守交代となります。攻撃権変わりましてクラブベアーズに変わります。ダウン表示、失礼しました、クォーター表示が誤っていましたが、現在第2クォーターに試合は推移しております。さあ攻撃権変わりまして、クラブベアーズ相手陣48ヤードからの攻撃に入ります。クラブベアーズファーストダウン10、さあ中央へのランプを投入しました。密集点の突破をランニング枠15番に託しまして、オフェンスラインとともに約3ヤードを獲得しております。このブロック力を非常に生かしたランを展開し始めました。キャリアは15番の吉本でした。大阪芸術大学出身です。ここでホイッスル、ここで2ミニッツウォーニングが入ります。今期より、国内のアメリカンフットボールは米国 NCAA ルールの変更によりまして、前後半の残り2分になりました段階でレフェリータイムアウト、2ミニッツウォーニングのタイムアウトが入ります。
従来はプロリーグでしか採用がありませんでした。この2ミニッツウォーニング、これが入ることによりまして、より時間を駆使した高度の戦いが両チームに求められる格好になります。言い換えますと、ご覧いただいている方々にはこの時間を考慮した戦い方がアメリカンフットボールに非常に重要なシチュエーションになることがこれから繰り広げられます。ぜひこの点にもご注目いただければと思います。この配信は X2XEWEST 全チームによります共同企画によって配信させていただいております。さあ、2ミンツウォーニング解けまして試合再開となります。クラブベアーズ相手陣45ヤードからセカンドダウン7の状況で試合再開です。さあ抜けている、かわした、ナイスゲーム。しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しております。非常にいいプレーでしたが、果たしてこの反則は果たしてどちらにありましたでしょうか。オフェンスチームにホールディングの反則がありました。相手選手を掴んでしまっていたようです。ボールを持っているチームは相手選手を掴んだり握ったりしてはいけません。これをプレーの最中に行ってしまった選手がいた模様です。この結果10ヤード抜体を受ける、その時点から10ヤード抜体を受ける形になりまして、そこでプレーが終了した格好になっています。従いましてダウンの更新には至っておらず、セカンドダウン残り2ヤードの状況で試合再開となります。とはいえ前進は果たす形になりました。キャッチしましたのは82番の寺崎でした。このパスを投じましたのはクォーターバック8番の稲葉です。パス成功、ファースト。ここでクォーターバック8番、中央切れ込んだワイドレシーバー0番にパス。見事なタイミングでこれを0番キャッチしまして、一気に攻撃権更新です。クラブベアーズファースト、鮮やかなパスを投じましたが、クォーターバック8番の稲葉です。京都大学出身、取りましたのは0番の川野でした。関西大学出身です。さあ、相手陣21ヤードに入りまして、クラブベアーズファーストダウン10。今度はランプレー、しかしこれはクラブアイランズナイスディフェンス。何枠に右オフタックル付近突破を図らせましたが、しかしここでディフェンスライン陣が奮闘、最後は52番仕留めまして、このランノーゲインに変えております。見事にタックルしましたがクラブアイランズ52番の、梅原でした。神戸大学出身のチームのキャプテンです。さあセカンドダウンでどうするか。インターセプト、ターンオーバー。ここでクラブベアーズは一気にエンドゾーンを落としれんとするロングパスを投じました。しかしこのパスを取りましたのはクラブアイランズ25番、インターセプトにより攻守交代となります。ターンオーバー、攻撃権変わりましてクラブアイランズに変わります。競り合い非常に厳しい状況でしたが、見事にこの競り合い競り勝ちまして25番、この状況を脱出する形に成功いたしました。見事なインターセプトを果たしましたのはクラブアイランズ25番の、吉澤でした。鳥取大学出身のプレイヤーです。こちらもエイジ48、非常に、オーバーザヒルキャング集います両チームの、素晴らしい戦いが披露されております。さあクラブアイランズ自陣20ヤードからの攻撃、ファーストダウンテン。
中央へのランプレー。ここはまずランプレーを一つ鎖として打ちます。キャリアは42番の山崎でした。ここで前半戦終了となりました。前半戦終えまして、クラブベアーズ14点、クラブアイランズ6点、双方ともタッチダウンを取り合うという展開の中、クラブベアーズがリードする形で前半戦終了となっております。双方ともに、セカンドチャンスとしてアメリカンフットボールを始めている選手、復活した選手も数多くいるという非常に、微笑ましく、そして私自身が頼もしく思える両チームの一戦となっております。その中においてクラブベアーズが2つのタッチダウンを上げ、そしてそれの反撃という形でクラブアイランズの1本取り返すという非常に面白い展開となってまいりました。双方ともこの前半の状況を踏まえました作戦タイムを兼ねたハーフタイムに入ります。状況の洗い出し、そして後半の対策をこれから双方とも講じます。さあ、その打開点を見出すのは果たしてどちらのチームとなるでしょうか。このインターバルの間を配信の、休憩の幕開きとさせていただきます。その間、X2XE の方で、作成されております X リーグをご紹介し、そしてアメリカンフットボールそのものをご紹介する、動画がございます。こちらの方をご覧いただければと思います。X リーグは1996年に発足した日本のアメリカンフットボールのトップリーグ。 X2 リーグは X リーグの2部リーグで、イースト、セントラル、ウエストの3つのディビジョンに分かれています。そして X3 リーグは東日本と西日本にディビジョンがあります。 X リーグの X はエクセレンス、エキスパート、エキサイティングのイニシャル。X リーグはデュアルキャリアを追求し、スポーツとビジネスを両立するマルチプルなヒーローを育成。 X3 琉球ガーディアンライオンズ代表の丸橋博一は、大手航空会社の支店長、複数の航空関連会社の社長を歴任した後、現在は沖縄県のアメリカンフットボールの普及に尽力しています。 X2 のハリケーンズチアリーダーの川島加奈子は、子育てしながら大手総合商社に勤務し、さらにチアリーダーというデュアルキャリアを実現しています。このように X リーグはアメリカンフットボールを通じて社会のリーダーを作っていきます。 X リーグでエキサイティングな未来を、さあ一緒に新たな歴史を刻もう。卒業後は X リーグへ。審判団戻りまして、まもなく後半戦再開の時を告げようとしております。前半戦を終えまして、クラブベアーズが2本のタッチダウン、そしてクラブアイランズが1本のタッチダウンを取りまして、非常に面白い展開となっております。私個人としては実を言いますと、スタンドにお客様が今いらっしゃることが非常に嬉しく思っています。本日の一戦は、本来予定をしておりました状況と変わりまして、当初の時間より大きく遅れる格好になっておりました。あらかじめ試合を、ご覧になりたいと予定を組んでいた方々も、なかなかその予定の変更難しかった方がいるかもしれません。しかし、その状況でありながらもこのような形で両チームの応援に駆けつけていただけている方がいらっしゃることが非常に嬉しく思います。本来ならば社会人の3部に相当しますこの XC、 なかなかやはりお客様がご来場いただくことがかなわないことが多くありますが、このような状況でもこのお客様が来ていただけていること、私自身非常に嬉しく思います。これを含めまして感謝申し上げます。さあ、それに応えるかのように両チームこの試合に非常に白熱した展開を徐々に帯びてきております。さあ、この後半戦どのような形でこれから展開していくか注目していきたいと思います。
後半戦はクラブベアーズのキックオフで再開する形になります。キックオフいたしますのはクラブベアーズ83番のユキタです。近畿大学出身のプレイヤーです。エイジ46、年齢としてはやはりオーバーザフィールギャムといったところですが、しかしこのユキタはかつて、クラブ、ジェイスターズ、現在はトライオクシスですが、富士ゼロックスがスポンサードし X1 で戦っていた当時の、メンバーの一人でもあります。さあクラブアイランドはこれに対しリターナーを2枚固めていくようですね。2人の選手を構えております。番号の方はちょっと確認漏れましたが10番と21番でしょうか。後ほど確認したいと思います。さあクラブアイランドリターンに入りました。さあ左方向の展開を図りましたが、これはクラブアイウェアーズがカバーしている形になっております。リターンに入っていたのはどうやら81番をつけている選手の模様です。クラブアイランズ81番は、片瀬、関西学院大学出身のプレイヤーです。クラブアイランズはこのリターンによりまして次元20ヤード間攻撃に入ります。クラブアイランズファーストダウン10。ここでクラブアイランズはランプレーを展開しました。ランニング枠42番ハンドオフを託されまして左オープンを展開。このランによりまして見事なゲインしまして一発で攻撃権更新を果たしております。クラブアイランズファーストラン、まずは山崎が素晴らしいランを見せまして状況を一つ進める形になっております。さあクラブアイランズ攻撃継続しましてボールオン自陣32ヤードからのファーストダウン。このパスは不成功。クォーターバック6番、左に展開していたレシーバーにめがけてパスを投じましたが、しかしこのパスは不成功となっております。ダウン1つ変わりましてセカンドダウンに変わります。クラブアイランズセカンドダウン10。これはクラブアイランズです。ここでランプレーによって突破を図らんとランニングバックにボールを託しましたが、しかしここでクラブベアーズのディフェンス陣が殺到。番号の確認が漏れておりましたが、しかし素晴らしいロスタックルを決めましてこのランを阻止しております。どうやら66番のプレイヤーです。クラブベアーズ66番の斉藤が素晴らしいプレーを披露しました。立命館大学出身のプレイヤーです。さあクラブアイランズサードダウン15の状況突破になるでしょうか。パス不成功。ここで左奥走り込んだレシーバーにパスを投じました。一気にこの状況パスで打開図らんというところでしたが、しかしレシーバーはこれをキャッチできずパス不成功でフォースダウンに変わります。クラブアイランズフォースダウン15、パントフォーメーションを取ります。このパントはハーフウェイ付近まで取りまして、この位置で攻守交代と変わります。攻撃権変わりまして、テイクオーバーでクラブベアーズに攻撃権変わりました。
ハーフウェイ付近からクラブベアーズ投影機に入ります。クラブベアーズファーストダウン10。さあまずランプレーを展開。キャリア33番、ハンドオフから中央付近に突入しまして、そこから左バンナーとオフタックル付近に切り替え、約6ヤードのゲインに変えております。まず最初のランを決めましたのはランニングバック33番の中野です。大阪芸術大学出身のプレイヤーです。クラブベアーズセカンドダウン4。パス成功、パス。クォーターバック、ここで左に展開しておりました14番にパス。これを14番見事伸び上がるようにキャッチしまして、攻撃権更新果たしております。クラブベアーズファースター。見事なパスキャッチを決めましたのはクラブベアーズ14番の佐藤でした。日本大学出身のプレイヤーです。クラブベアーズ相手陣38ヤードからファーストダウン10。インターセプト、ターンオーバー。ここでクラブベアーズパスをさらに重ねてまいりましたが、しかしここでクラブベアーズアイランズ70番がインターセプト。これによりまして攻守交代、ターンオーバーになりまして、攻撃権はクラブアイランズに移ります。まさにパス攻撃で状況をさらに進めんというベアーズのクォーターバック6番杉谷の攻撃を見事断ち切りましたのはクラブアイランズ70番の、松坂でした。近畿大学出身のプレイヤーです。さあクラブアイランズファーストダウン10に入ります。左サイドへのランプレー、キャリア42番、スピードに乗って左オープン展開を図りましたが、しかしこれはクラブベアーズ阻止しまして、セカンドダウンに変わります。クラブアイランズセカンドダウン10。ここでホイッスル、イエローフラッグが投じられております。Thank you.
ここでクラブアイランズが後半1回目のタイムアウトを取りました。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることがことができます。まずここでクラブアイランズは状況を立て直さんとタイムアウトを取りました。YouTube でこの試合をご覧いただいている方は、チーム名の下側にあります黄色いバーの残数がその両チームのタイムアウトの残り数ということでご承知いただければ幸いに思います。さあタイムアウトを解けまして試合再開となります。クラブアイランズセカンドダウン15、不成功。クォーターバック6番プレッシャーを感じながら左に展開したレシーバーにパスを投じましたが、あわやインターセプトにならんという非常に危険な状況に入りました。しかしプレーとしてはパス失敗しましたのでサードダウンに変わっております。クラブアイランズサードダウン15、ここで反則が発生しております。イエローフラッグが投じられました。オフェンスの反則です。リレーオブザゲーム、制限時間内にプレーを始めませんでした。オフェンスには制限時間があります。この時間内にプレーをしないと5ヤード抜体となります。従いまして5ヤード下がりましてサードダウンやり直しとなります。試合再開です。クラブアイランズサードダウン20。パス成功。クォーターバック6番。プレッシャーある中、右に展開した1番にパスを通しましてキャッチアンドラン破壊しました。しかしこの状況をベアーズディフェンス陣が対応しましてフォースダウンに変えます。クラブアイランズフォースダウン16、パントフォーメーションを取ります。
状況、パンターがボールをジャッグルしました。なんとか拾い上げ蹴り出す形になりましたが、相手チーム陣47ヤード付近で外へ出まして、この位置で攻守交代となります。攻撃権変わりましてテイクオーバークラブベアーズに攻撃権変わります。さあクラブベアーズは自陣47ヤードからの攻撃開始となります。クラブベアーズファーストダウン10。パス成功、ナイスゲーム。クォーターバック左に展開していくワイドレシーバー12番にパス。12番ディフェンス佐藤須中、ステップワークを使いまして約8ヤードのゲインに変えております。まず最初のパスキャッチによってゲインを果たしましたのはクラブベアーズ12番の小田でした。大阪産業大学附属高等学校出身のプレイヤーです。クラブベアーズセカンドダウン3。パス不成功の判定です。クォーターバック6番、今度は右側に展開していたレシーバーにパスを投じましたが、レシーバースリップしまして、このパス確保なりませんでした。パス不成功でサードダウンに変わります。パスのキャッチは膝がついている状態でキャッチしても構いません。しかし先ほどは確保そのものができませんでした。クラブベアーズサードダウン3。パス成功、ファーストダウン。クォーターバック6番、右に展開していたワイドレシーバー1番にパス。1番これを見事にキャッチまして攻撃権更新です。クラブベアーズファーストダウン。見事なパスを投じましたのはクォーターバック6番の杉谷、大阪体育大学出身のプレイヤー。そしてそれを取りましたのはワイドレシーバー1番の杉田でした。日本大学出身のプレイヤーです。さあ攻撃権更新しましてクラブベアーズファーストダウン10。クォーターバックランプレーで前進いたしました。パスを投じんと下がりましたが、ディフェンスのカバーよしと判断しまして QB スクラム、緊急発進のランプレーを展開しました。この判断構想しまして左サイドラインへ駆け上がり、このランにより約7ヤードから8ヤードのゲインを果たしております。軽やかなフットワークを見せましたのはエイジ53、クォーターバック6番の杉谷です。かつて関西学生を鳴らしましたアスリートクォーターバック、その見客衰えずといったワンプレーでした。さあセカンドスリーの状況、今度は外へ振ります。しかしこれはアイランズナイスディフェンス。今度は外にランニングバック12番振りまして、そこへのパスを投じ、そこからキャッチアンドランを図るという形を展開しようとしましたが、これはクラブアイランズディフェンス陣も殺到しまして、この攻撃ノーゲインに変えております。サードに変わります。ここでクラブベアーズ選手を中央に固めましてパワープレーに入りました。ショットガンフォーメーションですが、そこからランニングバック45番にハンドオフ、ブロッカーともども一気になだれ込むように攻撃権更新といたしました。クラブベアーズファーストダウン。見事パワープレーによる攻撃権更新を果たしましたのはクラブベアーズ45番の川端でした。北大津高校出身のプレイヤーです。さあクラブベアーズ相手陣からのファーストダウン10。さあクォーターバック、ここはスクランブルとしました。
パスを投じんと下がりましたが、しかしディフェンスカバーよしと判断し、右に流れつつターゲットを見ながら、しかしスクランブルに転じました。この判断によりまして、ラク6ヤードのゲインという形になっております。非常に老快な経験豊富なテクニックを、ここはクォーターバックの杉田に見せました。ここで第3クォーター終了となっております。第3クォーター終わりまして、クラブベアーズ14点、クラブアイランズ6点。双方向きを変えまして、これより最終クォーター、第4クォーターに移ります。夜の帳が降り切りました、MK タクシーフィードエキスポですが、その中で非常に、面白い試合を展開しております両雄の戦いになっております。クラブベアーズが14点、クラブアイランズ6点、双方ともに得点を挙げまして、その差ワンタッチダウンワンポゼッションの差という形になっております。さあこの一戦果たしてどのような結末となるでしょうか。これよりファイナルクォーター第4クォーターに試合は移ります。これより第4クォーターに入ります。クラブベアーズ相手陣15ヤードからセカンドダウン4の状況で再開となります。これはクラブアイランズナイスディフェンス。クォーターバック8番外に展開したレシーバーにめがけてパスを投じ、そこからキャッチアンドラン図らんというところでしたが、しかしここにクラブアイランズディフェンス陣殺到しまして、このプレーを阻止しております。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが取られています。さあ試合再開となります。クラブベアーズサードダウン6、パス不成功。クォーターバック8番、失礼しました6番でしょうか、右スプリントアウトからカウンター気味にカムバックのパスを投じました。しかしディフェンスのプレッシャーありまして、このパスコントロール乱れフォースダウンに変わります。クラブベアーズフォースダウン6、フォーメーションを変えます。フィードゴールトライ、キックによる3点を狙います。キックレングス34ヤード。このキック失敗となりまして、結果的にクラブベアーズ無得点という形になります。4回目の攻撃失敗という形で攻守交代になります。攻撃権変わりましてクラブアイランズに変わります。さあしのぎましてクラブアイランズ反撃に入ります。ボールオン自陣20ヤードからクラブアイランズファーストアンテン、
してます。まずアイランズはランプレーからハイランとランニングアップにトスをしました。しかしそのプレーに対してクラブベアーズ66番が殺到。このランをロスタックしまして約3ヤードロスに変えています。見事なタックルを披露しましたのはクラブベアーズ66番の斉藤です。立命館大学出身。クラブアイランズセカンドダウン13。さあここでクォーターバックはパスを投じようと下がりました。しかしそこにベアーズディフェンスライン陣が殺到。最終的にこのクォーターバックを9秒差パスを投じる前に仕留めまして、このプレーをさらにロスさせる形に成功させております。見事9秒差を果たしましたのは75番と43番のようです。43番は松井、神戸学院大学出身。75番は、失礼しました、番号の方の確認が誤っておりましたでしょうか、後ほど確認させていただきます。さあここでランプレーを投入しましたクラブアイランズ。キャリアは44番の、選手になっております。左オープンから縦に切り上がりまして大きく陣地挽回を図らんというところでしたが、しかしわずかに、失礼しました、約9ヤードを獲得しましたがフォースランに変わっております。キャリアは44番の堀田でした。このパントは絶妙のバウンドによりまして相手陣奥深くに転がりましてクラブベアーズ陣36ヤードの地点で攻守交代となります。攻撃権変わりましてクラブベアーズに攻撃権変わります。クラブアイランズ、惜しくも前進を図る形にはなりませんでしたが、しかし陣地挽回を図りまして相手陣にボールを押し返した形に成功しております。クラブベアーズ自陣36ヤードからファーストダウンテン。ナイスラン、ファーストラン。ここでまずランプレーから入りましたクラブベアーズ。ランニングバック33番ハンドオフから左オープンに展開。相手のディフェンスを見計らいまして一気に攻撃権更新を果たしております。クラブベアーズファーストダウン。見事なランを披露しましたのはクラブアイランクラブベアーズ33番の中野です。大阪芸術大学出身のプレイヤーです。クラブベアーズファーストダウンテン。ボールオンは相手陣49ヤード。パス不成功の判定となっております。クラブベアーズ今度は外にいたレシーバーにパスを投じましたがレシーバーこれをキャッチミスしましてパス不成功となっています。ダウン変わりましてセカンドダウンに変わります。クラブベアーズセカンドダウンテン。パス成功、ファースター。クォーターバックプレッシャーを感じながら右に展開していた14番にパス。14番このパスをキャッチしましてそこからキャッチアンドラン。見事攻撃権更新としましたクラブベアーズファースター。
巧みなパスを投じましたのはクォーターバック6番の杉谷、これを取りましたのは14番の佐藤でした。14番佐藤は関西学院大学出身のプレイヤーです。クラブベアーズファーストダウン10、ナイスゲーファースター。今度は12番にパスを投じました。そこからキャッチアンドラン、12番ディフェンスは群がりましたが、これをタック自ら弾き飛ばしまして見事攻撃権更新果たしております。クラブベアーズファースター、タフな攻撃権更新を見せましたのは12番の小田でした。京都産業大学出身のプレ、京都産業大学附属高校出身のプレイヤーです。成功、再びパスプレーです。右に展開しておりましたワイドリシーバー25番にパスを通しまして約6ヤードから7ヤードのゲインとなっています。キャッチしましたのは25番の西村でした。大阪学院大学出身のプレイヤーです。不成功、ナイスパスカット。ここで一気にタッチアウトになりました。奥に走り込んだレシーバーにパスを投じ、一旦はレシーバーこれをキャッチしかけましたが、これをクラブアイランズ4番パスをキャッチするやいなや叩き出しまして不成功に変えております。ギリギリのタイミング見事にパスカットしましたがクラブアイランズ4番の私の後輩でもあります、先月ながら叫ばせていただきましょう、姫路獨協大学出身毛利です。チームのキャプテン代表でもあります。さあここで中央へのランプレー、密集点をランプレー突入させまして、クラブベアーズこの状況を打開しまして攻撃権更新果たしております。クラブベアーズファスター、一旦はアイランズこの攻撃立ち切りかけんというところでしたが、しかしこれをベアーズランプレーで突破しましてファーストダウン2ゴールの状況を獲得しました。ボールオン相手陣6ヤードからクラブベアーズファーストダウン2ゴールに入ります。この4回の攻撃権でエンドゾーンを狙います。さあまず中央へのランプレー、キャリア45番密集点突破を図りましたが、しかしこれはアイランズ食い止めます。ゲイン1ヤードにとどめましてセカンドダウンに変えます。クラブベアーズセカンドダウン2号、パス成功、タッチアー、ここでクラブベアーズはパスプレーによってエンドゾーンを落とし入れました。中央切り込んできたレシーバーこれを見事にキャッチしましてタッチアー、クラブベアーズ6点獲得となっております。そしてタッチダウンの後のワンプレー、トライフォーポイントに入ります。ここでイエローフラッグ反則が発生しております。Come on.
反則の結果、この、状況から、トライ4ポイントそのものが、失敗という形に終わりまして結果的に、クラブベアーズが、20点クラブアイランズ6点という形に終わっております。しかしクラブベアーズこの状況を鮮やかなパス攻撃によりまして最終タッチダウンという形でさらなる加点を上げる形に成功いたしました。見事キャッチ果たしましたのは12番の小田でした。キックオフリターンをのタイミングがずれましてリターナー81番なんとかこれをリカバーしようとしましたがしかし結果的には自陣深い位置からの攻撃という形に変わります。現在 YouTube 電波状況が芳しくないのか、非常に動画が停止している状態が見受けられます。誠に申し訳なくございます、思います、後ほどこれらは、動画の方現在保管しております画像データありますのでこちらの方を再編集しまして後ほど私のブログの方で投稿させていただきたいと思いますので何卒ご了承よろしくお願い申し上げます。さあクラブアイランズ自陣6ヤードからの攻撃ファーストダウンテン。さあパスプレーによってまず外へ振りました。ワイドレシーバー10番にパスを通しましてそこからキャッチアンドランを展開します。しかしこれはディフェンスのカバーよくノーゲインという形に終わっております。セカンドダウンに変わります。キャッチしましたのは10番の北川でした。関西学院高等部出身のプレイヤーです。ここで2ミニッツウォーニングに入ります。2ミニッツウォーニング解けまして試合再開となります。クラブアイランズセカンドダウンテン。パス不成功。クォーターバック6番右に展開していたレシーバーにパスを投じましたがしかしコントロール定まらずパス不成功に終わっています。ダウン変わりましてサードダウンに変わります。クラブアイランズサードダウン10。
パス不成功。ここで左に展開していたレシーバーにパスを投じましたが、しかしコミュニケーションミス。パスコース定まらず、パス、コミュニケーション合わず、フォースダウンに変わります。ここで、アイランズが後半2回目のタイムアウトを取りました。タイムアウト解けまして試合再開です。クラブアイランズフォースダウン、プレーを行います。フォースダウンギャンブル。クォーターバック44番自らキープしまして攻撃更新を図りました。しかし突破ならず、4回目の攻撃失敗ですので攻守交代となります。攻撃権に変わりましてクラブベアーズに変わります。ここでクォーターバックに入りました44番堀田、その足でなんとか状況を図りたいというところでしたが、しかしこれは叶いませんでした。攻撃権変わりましてクラブベアーズに攻撃権変わります。クラブベアーズ相手陣10ヤード付近からのファーストダウン。パス不成功。ここで中央に切れ込んできたレシーバーにパスを投じましたが、しかしこのパスは不成功に終わっております。クラブベアーズセカンドダウンに変わります。クラブベアーズセカンドダウン10。パス成功、タッチダウン。ここでクラブベアーズクォーターバック中央に切り込んだレシーバーにパス。これをレシーバー倒れ込みながら見事エンドゾーン内でキャッチしまして、タッチダウンを上げクラブベアーズ6点追加となっております。そしてタッチダウンの後のワンプレートライフォーポイントに移ります。このキック決まりまして1点追加、クラブベアーズ27点、クラブアイランズ6点という形でスコア変わっております。ここは見事にキャッチを決めましたのは97番のプレイヤーでした。見事なタッチダウンパスキャッチでした。
97番シラスのタッチダウンでした。大阪体育大学出身のプレイヤーです。エイジ50ウォーターバックの杉谷が、53歳ですので100オーバータッチダウンという形になります。その得点を挙げましたクラブベアーズのキックオフで試合再開となります。クラブアイランズ2ターンに入ります。これはクラブベアーズ素晴らしい対応をしましてこのリターン阻止し、クラブアイランズは自陣22ヤード付近からの攻撃と変わります。クラブアイランズファーストダウン10。インターセプト、ターンオーバー。ここでクラブアイランズロングパスにより一気に攻撃権更新を図らんというところでしたが、しかしそのパスを取りましたのはクラブベアーズの選手です。従いましてここで攻守交代、ターンオーバーによりましてクラブベアーズに攻撃権移ります。クラブベアーズ相手陣40ヤードからのファーストダウン10。ここでクラブベアーズランプレーにより一発でタッチダウンを奪う形に成功しました。何枠45番ハンドオフを受けまして左を2タックル独走、タックル受けましたがそれを見事に振り払い一気にエンドゾーンとし入れました。タッチダウン、クラブベアーズこのランによりまして6点さらに追加となっております。そしてトライフォーポイントも決めまして1点追加、クラブベアーズ34点、クラブアイランズ6点という形にスコア変わっております。実に鮮やかなランでした。一瞬でオフェンスラインの隙間をすり抜けまして相手タックルをそのまま振り切り一気にエンドゾーンを陥れる見事なタッチダウンランでした。素晴らしいラン決めましたのは45番川端でした。北大津高校出身のプレイヤーです。目覚ましいクラブベアーズの攻撃展開しておりますが、残念ながら YouTube の配信状況の改善はまだ見えないようです。誠に残念かつ恐縮に思います。できるだけ速やかにこちらの試合の方は後ほど投稿させていただきたいと思います。クラブベアーズのキックオフで試合再開となります。さあクラブアイランズリターンに入りますが、キャッチした地点サイドライン近くということで、自陣20ヤード付近からの攻撃と変わります。ありがとう。
クラブベアーズ自陣20ヤードからファーストダウンテ。QB サック。まずアイランズパスを投じんとクォーターバック6番下がりました。しかしその動いている最中に振り向きざまにディフェンス殺到しまして QB サック、パスを投じる前に仕留めまして大きなロスに変えております。クラブアイランズセカンドダウン20の状況です。インターセプトです。ここでロングパスを投じましたが、しかしそのパスはクラブベアーズ取りまして攻守交代という形になりました。ここで試合時間なくなりました。試合終了となりまして、クラブベアーズ35点、クラブアイランズ6点、クラブベアーズの勝利という形でこの試合終わる形になりました。クラブベアーズ連勝という形になります。しかしクラブアイランズ非常に素晴らしい戦いを見せてくれました。序盤から厳しい状況ながら、しかしタッチダウン取り返し、途中までは互角の戦い演じておりました。素晴らしい戦いでした。ナイスファイトでした。クラブベアーズこの試合を見事に勝利しまして、さらに優勝に向けての一歩を踏んでおります。このまま一気に X2 昇格目指さんというクラブベアーズ、素晴らしい戦いでした。本日はネット回線の、が芳しくない状況続きまして、配信途切れた形になっており、誠に残念に思います。後ほどこちらの方は再編集しまして、投稿させていただきたいと思います。何卒ご了承よろしくお願い申し上げます。かつてこの競技を題材にした物語がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながら、そこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのはうどんだが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という二人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆる独創ではありません。しかしそれゆえに劇的に世界が動き変わります。それは高校大学で名を轟かせたスタープレイヤーがもたしてくるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者がつくつけるかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至れなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。さてこの試合は果たしてその物語の何ページ目にあった物語でしょうか。
そのストーリーの続きを楽しみとしつつ、本日の配信はここで終わらせていただきたいと思います。皆様、長時間にわたるご視聴ご観戦ありがとうございました。また本日はそのネット回線の都合とはいえ、なかなかその試合、はかどらない形の配信になりました。誠に残念に思いますが、後ほどこちらの方は私のブログの方で、再編集したものを投稿させていただきます。それをお待ちいただきたいと思います。本日の配信は NFA 日本社会人アメリカンフットボールの協会の許可を得まして実現いたしました。この配信は X2XE 合同企画がありましたおかげでこの配信実現しております。これからもこの企画のご協力ご協賛をよろしくお願いしたいと思います。その配信実施いたしましたのは私道楽エルチアでした。またお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。